頑張ろう、楽しもうね、始まるよ。ジャミンチャンネルへようこそ。シニルームの方としてもシニライソブリをするギター弾き、ジャミン DJ でございます。今日はですね、セブンスターショーの青い夏というね、リクエストがありましたので、それをやってみたいと思うんですが、後ほどですね、ちょっとギターの方をアップにして、今までコメントもらってる途中のアクセントの D のね、弾き方っていうのもやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは青い夏。すらりと伸びた長い足、青い夏が駆けてゆく。僕は昼寝を口実に、泳げないの幸いに。女の子ってやっぱりいいな、裸の子ジャブジャブ、やってみましょう。今日寒くて、あ、ほんまにこれいいわけじゃないけど、手がかじかんできた。D、D のところね、D のところやってみましょうか。皆さんが困ってるところというか、D のところね、コード表とか見たら D7 って書いてありますよね。 D7 って書いてある、あれ間違いですよね。この音が出ないと、 D のこの音が出ないと、あの音出ないですからね。もう何も、ここも C メジャー7ね。なんか A マイナーでこうしたりとかいう人見てるけど違う。やるとすれば C メジャー7で G のベース音を入れる時があるかもしれないですけどね。もう何も考えまいというところなんですけど、そんなに難しくないんですよこれ。ただその3フィンガーはまあ独自で、もう弾かれてる方が多いと思うんですけど、あそこでちょっとね、リズムが変わるからね。4321しか使わないんですけど、もう何も考えまいで4弦開放、1弦ハンマリング音で234弦開放、1弦ハンマリング音23、これが一つの工程です。これ練習しますか。次、小指で1弦の3フレット目を引っ掛ける。だけなんですよ。4弦開放、1弦ハンマリングオン、23、小指で3フレット目を引っ掛けて、
で次に2弦で1弦を解放、次 G に向かうからね、だから3フィンガーやってる時にこのベース音が入るかもしれないですけどね。ちょっと入れたね俺ね。もう何も考えまい。愛することの煩わしささえ。今回はですね、スリーフィンガーができるという前提でここだけをチョイスしましたけども。感じですわ。はい、それではセブンスダイショーは、言うの忘れましたけども6フレにカポをつけてます。カポ6の G です。いいね、タクロさんのスティーフィンガー。はい、今日はこの辺で失礼したいと思います。またお会いしましょう。さよなら。